本田さん、はい、時間とお金どっちが大事かで戦ってもらいます、うん、お願いします。はい、お願いします。まあ、やっぱり人生限られた時間の中で生きてるから時間も大事なんだけど、まあお金があれば時間を買うことはできないけど、例えば本当にお金があるんだったら働かなくていいし、働かないんだったらその分自由な時間ができたりとか、じゃあ例えば子育てするのにお金があればベビーシッター取ってお金で解決できたりとか、時間を買うわけじゃないんだけど時間を確保するためにお金を使ってそういうことができる。だからまあやっぱりお金があった方が人生得なんじゃないかなっていうふうには思うね。そうですね、うん、で時間やっぱりお金で買える部分もあると思うんですよ、店長に言った通り。でもやっぱり何かを犠牲にしてお金にすると思うんですよね。まあそれが時間なのか能力なのかはまあそれぞれだと思う。どういうお金の稼ぎ方とかっていうのもあると思うんですけど、やっぱり一定以上は変わらないんですよね、幸福度は。莫大な富を持ってる人と1000万とかからはこう変わらないって言われてるんですよね、幸福度が。やっぱりお金だけは有り余ってても時間がないと使うタイミングがなかったりするんで、ありすぎても意味がないのかなっていう。やっぱり時間の使い方で人生の幸福度ってやっぱ変わってくると思うんで、お金の使い方もまあもちろん大事なんですけど、人生の自分の時間をどう使うかっていう方がやっぱ大事だと思うんで、時間がよりあった方が選択肢は増えていくと思うんですよね、どんどん。で、時間があればそれをまあお金に変えることができると思うんですよね、うん、だから一定以上の生活ができるようなお金も確保することができると思うんですよね、時間があれば。なるほどね。まあすごくわかる。ある程度の時間があれば、はい、その時間の中で自分でお金稼いだりとか、はい、いろんな選択肢が増えて時間の方が大事っていうのはすごくわかるんだけど、はい、でもどっちかを選びなさいっていう話になったら、お金なのか時間なのかどちらかを選びなさい。で、さっき言ったみたいに年収が1000万以上あれば、で、年収1000万ある人って世の中で言ったら俺は金持ちの人だと思う、はい、じゃあフリーターでニートで時間あり余ってますっていう人と、俺はお金いっぱいあって時間ないですっていう人だったら、俺はお金あって時間ない人の方が、さっき言ったみたいに時間はお金で買う、まあ買うっていう表現が違うのかもしれないけど、有意義に使える時間を増やすっていうことはお金がある方できると思うんだよね。でも何にもしてない人がいくら時間あったって何の意味もないっていうか、だからその極限の話をしないとどっちっていう振るのは難しいから、うん、ある程度お金もあって時間があればそれは一番いいんだけど、はい、でもお金か時間かっていう風に限られるんだったら俺はお金を取りたい。時間がいくらあってもやっぱり能力がないんだったら何の意味もないし。今子育てって話が出て、うん、時間でこう買うじゃないですか、うん、でもその買った時間の中でしか、うん、こう限られちゃってるんですよね、時間が。例えば3時間とか買うとするじゃないですか、うん、でもニートはもう10時間12時間あるんで、それで逆にこうお金を使わないでもできることの方が多いと思うんですよ。俺はお金がある人しかできないことと、お金がなくてもできることだったら、うん、お金がなくてもできることの方が多いと思うんですよ、時間があればね。時間があれば、うん、時間を買って何かをする、うん、3時間とお金がなくても12時間時間がある状態の方ができることの幅も俺は広いと思うんですよ。3時間しかないですよ、だって。まあまあ例えばの話ですけど。じゃあ本田課長はそっちの人生の方がいいってこと、はい、お金はなくても時間さえあればそれの方がいいって思う。それの方がいいと思うし、そういう風に人生を歩んでいった方が、お金がないけど時間がある、でこの壮大な暇つぶしじゃないですか、やっぱり、うん、だからこの時間をどう使っていくかっていうことにこう注力していった方が、お金がいっぱいあるけど時間がないっていう人生よりはいろんなことができて豊かだと思う。経験値がもう違う、わかる。言ってることはわかるんだけど、でもいっぱい時間があって有意義なことに時間使いたいって言って、時間使うのにもお金が必要だと思うんだよね。そのお金がないんだったら、結局その時間をお金を生み出すことにその時間使わなきゃいけなくなっちゃうんだよね。結局その時間をお金生み出すことに使うんだったら、最初からお金があって自分で決められた時間、お金で時間を作って、じゃあここで何かしようとか、それ以外は仕事してるけどっていう人生の方が安定的に過ごしていけるっていうか、結局お金がなくて暇だったら終了です。これはいい戦いですね。いや、いい勝負だと思う。いい勝負だと思う。決まりました？じゃあ、せーの。おぉ、いや、これは難しかった。私は、本田さんが聞いてて、ちょっともやっとするところがあったんですけど、うん、何か分かんなかったんですよ。でも、それを、その次店長さんの時に、まあ、時間を使うのにもお金が必要って言った時に、まあ、それって思いました。自分も同じような感じですね。いや、でもすごい良かったです。あの、負けずに行ったのがすごいですね。自分だったら漏れてたんですか？確かに、思いつかない。返し思いつかないところで、本田さんが返したから、そうそうそう、おーみたいな。なんかある。良かったです。
一番感想薄いんだこの対決でやっぱり自分もすごい悩んだんですよ、どっちかっていうのは。お金で時間を変えるっていうところをどう潰すのかっていうのが、うん、こっち側としてはすごく大事なところなんですけど、だからそこがやっぱ俺はうまく話せなかったです。そこが潰せてれば結構でかかったと思うんですけど、店長的にどうでした？難しいね。やっぱでもそこ返してたらでかかった。まあそうだね。いや、本田たちがやっぱ強い。いやいや、でもだもうちょっと時間あったら巻き返されてるっぽいよね。時間がやっぱ限られてるから、この話こっからしちゃうとちょっと時間内で終わらないなとか、やっぱ多分お互いにあると思うんだよね、うん、だったらこの時間内で終わらすためにはこの話しようとかさ、だからその辺がやっぱ5分っていう時間ね。いや、これ結構難しいのが、その相手も納得させつつ、この結局判断してもらうのこっちなんですよ。まあね、でそれもやっぱり難しい見せ方っていうかあるよね、うん、おーってなんないと。そうですね、店長今回も二人ともに勝っちゃいましたけど、はい、そうですね、やっぱり勝っちゃいました。勝っちゃいましたね。ありがとうございます。挑戦者求む、かかってこい